ぱいありますけどね、まあ、一番最初そうですね、まあ、やっぱ2005年で、まあ、移籍してきてその年に J リーグ優勝した、まあ、そのシーズンはすごい、まあ、思い出深いですね自分の中でも、まあ、最初全然あの怪我もあってまあ、メンバーに全く絡めないっていうところからスタートして、まあ、最後は、まあ、リーグ戦15試合ぐらいですかね半分ぐらい出させてもらって最後まあその瞬間、まあ、ピッチに立っていることができたんで、まあ、思い出深いですねそのシーズンというか、はい。でまあ、試合以外だと、まあ、大阪っていう土地ですごい不安があった中で、まあ、大阪に移籍ガンマに移籍してきて、まあ、その時、ガンマ知ってる選手って言ったら本当に数少なくて、まあ、何人か、まあ、数人ぐらいしかいない中で今ねスカウトやってるゴンは昔からっていうか18歳の時からお互い知ってて、まあ、ガンマ行く時も連絡して本当週5ぐらいでご飯行ったんじゃないかなっていうぐらいまあ今でも一緒にね仕事をしている中でまあいい関係性でやってるんで、まあ、すごいいい思い出ですね、はい、アカデミー出身のキーパーっていうのは、まあ、まだまだ頑張りは少ないと思うし、まあ、今はね東が、まあ、アカデミー育ちというかまあジュニアエースでやってた東がレギュラーとして頑張ってくれてるんで、まあ、その東の後を継ぐようなまあ、スケールの大きいキーパーを育てたいし、まあ、一緒に関われた選手が、本当にガンバに来てよかったとかやっぱガンバよかったなって思えるような、まあ、そんな、まあ、アカデミーの組織にしていきたいと思ってます。ガンバ以外にも2つのチームに、お世話になって所属させてもらったんですけど、やっぱりガンバ環境とかこう周りから見られている目っていうのは全然違ったんだなっていうふうに思ってますね。まあやっぱそういうクラブで自分がプレーできたことはすごくまあ今でも誇りというか頑張ってできたことが幸せだったなっていうふうに思ってるんで、そういうのをまあしっかりと自分の心の中に、まあ、常に持っておいて、まあ今指導者なんでそういう気持ちを忘れずにというか。そういうことを意識してやっていきたいなと思ってます。